私の名前は吉野。とにかく食べるのが大好きな27歳の派遣社員です。私は短期メインの派遣会社に登録していて、いろいろな社員食堂やランチを楽しむのが好き。今働いているのはとあるメーカー、そこで営業の仕事をしているのですが、社長令嬢の営業事務に目をつけられてしまった。ちょっと派遣、あんたどこにいるの？なんで派遣の分際で勝手に行動するの？あ、今日は午前中修羅物さん共有のスケジュールにも書いておきました。はあ？共有のスケジュール？何それ？営業部全員のスケジュールが分かるようになってるカレンダー、スマホやパソコンから見ることができる。そんなの私知らないんだけど。なんで私が知らないのに派遣が知ってるの？営業に出る人間は全員使うツールだから。生意気。私は正社員だし社長令嬢なの。てか修羅物産ってかなり大きなところでしょ。なんであんたが営業に行くの？ありえない。今から私が行くからあんたは帰ってきなさい。私が行くって、まさかリカさん修羅物産に行くつもりですか？当たり前でしょ。向こうだって社長令嬢の私が来れば大喜びするはず。いや、修羅物産の担当者は気難しい。商品のことを熟知していない人間がいたらトラブルになる。というかもう契約自体も済んでいるので私が行く。はあ？あんたみたいな派遣に行かれちゃ迷惑なの。そう言われても、私が取った契約、これから現場の担当者に引き継ぎをするから、その挨拶に行く。あっそう。じゃあその契約私が取ったことにしておいて。無理です。私は社長令嬢なんだけど。社長令嬢とか仕事には関係ない。というかリカさんはまだ研修中、営業に行けるのはまだまだ先の話。じゃあなんで派遣のあんたらが行けるのよ。私たちも営業に行く前に研修を受けた。研修のお弁当すごく美味しかった。こんなに美味しいお弁当を出してくれるなんて、ここはいい会社、そしていい社長。いい社長なわけないでしょ。うちのパパ鬼なんだから。大学を卒業したら適当にニートするつもりだったのにさ、結局就活させられて、就活がダメだったからニートしようと思ったらこの会社で働かされて。今のご時世こんないい環境で働けるなんてハッピーハッピー。社員食堂も超美味しい。社員食堂の厨房見たことありますか？超綺麗に掃除されている。そう、ここは素晴らしい会社。うるさい。こうなったら研修なんてすぐ終わらせてやるんだから。リカさんはこの会社の社長令嬢。社長は娘だからと関係なく指導してくれと言っていたけど、上司たちはタジタジで全然指導できていない。それにしても派遣を見下す態度はどうなのでしょう。そんなことより今日のランチは海鮮ピラフ。ピラフって普段そんなに食べないのですが超美味しいですよね。冷凍のピラフでも500点あげたいくらい美味しいのに、洋食屋さんのピラフは無限点です。営業の仕事はたくさん歩くのでお腹が空く。お腹が空くとご飯が美味しい。最高。2ヶ月後。ちょっと派遣。派遣は派遣。でもできれば名前を呼んでほしいものです。ちなみに私は今社員食堂でランチ中。たっぷり生姜の乗った生姜焼き定食が最高です。うん。そんな余裕ぶっこいてる場合じゃないから。え、ぶっこき、おならですか？違うわよ。営業成績1位になったから派遣は全員追い出すことにしたの。私ってば世界一優秀な社長令嬢だよね。あなたは営業成績ビリですよ。え、多分今日発表された先月までの成績の話をしてるんですよね。そうだけど、一番上に私の名前があったの。そりゃそうでしょうね。だって営業成績は下に行くほど上位になってるので。嘘、そんなの嘘。私確認してくるから。う、私がビリってどういうこと？てかなんで派遣のあんたが1位なのよ。それは私が一番多く契約してもらったから。そういうことじゃなくて、なんで派遣なのに。そもそも派遣を何だと思ってるんですか？え、正社員に比べて能力がないんでしょ？なんなん、それは違います。事情があって派遣を選ぶ人も多い。いわゆるスーパー派遣みたいな人もいる。スーパー派遣？そういえば前にパパから聞いたことがある。倒産寸前の会社をいくつも救ったスーパー派遣がいるって。そういえばうちの会社でしばらくの間働くとか言ってたっけ。
その人の名前、早見吉野。そう、私の名前は早見吉野。早見で一番、吉野で一番食べる女です。最近のマイブームはブルーベリー味のもの。コンビニでブルーベリーアイスを買いまくってます。あんたスーパー派遣だったの？でもその吉野さんはほら特別な例でしょ。そんなことない。派遣でもパートでも正社員より仕事ができる人なんてたくさんいる。ほら、営業成績を見ればわかる。数字だけなら派遣は全員上位に入っている。本当だ。なんで？今営業部で働いている派遣はみんなベテラン。あちこちの会社で営業をしてきた人間ばかり。なんでそんな人たちが派遣やってるの？いろいろな会社で営業して技術を学びたいとか、派遣の方が働き方として楽とか、理由は様々。私の方が偉い。私は社長令嬢なんだからね。ちなみにリカさんの契約数は0、私は38。なぜ一つも契約を取っていないのに自分が1位だと勘違いしていたのかは謎。それにしても生姜たっぷりの生姜焼き定食は超豪華、最高に美味しいです。このタレをたっぷり吸った玉ねぎがまた美味しいんですよね。さてリカさんですが、契約が一つも取れないのは彼女だけ。そこで良さそうなアポを回したり、有力な情報を流したりと、みんなからサポートを受けることになった。でも次の月も契約は取れなかったのです。1ヶ月後。どうして？私の何が悪いの？私は頑張ったのに、社長令嬢なのに。なのにどうして契約が取れないの？こんなのおかしいでしょ。確かにまだ一つも取れていない。リカさんの同期はもう10以上契約取ってる子も出てきた。あ、わかった。私が社長令嬢だからだ。え？だって私が社長令嬢だから、そのオーラが出てるからみんな契約できないんだよ。ねえ、そうでしょ？ほら、吉野さんはスーパー派遣なんだよね。パパも言ってた。こんなにすごい人と働けるチャンスは二度とない。お金で動く人じゃないんだからしっかり学べってさ。私はお金では動かない。なんか吉野さんって結構かっこいい感じの人だったの。私は美味しいご飯がないと動かない。社長から社員食堂が美味しいから少しの間来てほしいと言われて、ホップステップジャンプにスキップしながらやってきた。でも来て大正解。マジで何を食べても美味しい。最高。ねえ、吉野さんの全てを私に教えてよ。というか、私は社長令嬢なんだからさ。それ、社長令嬢だからと偉そうにしている人と契約なんて私だったらしたくない。というか、リカさんの苦情が来てる。苦情？私が？そう、先方に行くとき受付嬢だったり他の社員さんに対してかなり上から目線な態度をとってると聞いた。だって担当者じゃないじゃん。そんな人間にヘコヘコするなんて私嫌。てか、なんで社長令嬢の私がそんな思いをしないといけないの？先方からしたら社長令嬢とか関係ない。それはそうだけど、ここまでいろいろサポートをしてもらって契約が取れないのは自分に問題があるとは思わないのですか？あ、今冷凍庫からブルーベリーアイスを取ってくるので少々お待ちを。ブルーベリーアイスに冷凍ブルーベリーを乗せるの豪華で最高なのです。違う、私は。私が先方だったら絶対にリカさんとは契約しない。上から目線だし人によって態度を変えるし、そういうのすぐにわかる。でも。でももだってもないのです。あるのはブルーベリーアイスだけです。は？アイス？おっと失礼、目の前にブルーベリーアイスがあるのでつい。吉野さん、なんでそんなに食いしん坊で営業成績1位なの？今月もぶっちぎりで1位だった。なんか弱みでも握ってるんじゃないの？失礼な。相手の気持ちになって考えているだけです。相手の気持ちになる？そう、だいぶお疲れに見える人だったら今スタミナ定食を食べるのはダメダメ。こういう時はおかゆとか優しいものがいい。はあ、こんな感じで人によって何もかもが違う。そこを見極めて営業するのです。わからない。そんなのわからないし、私は社長令嬢なのに。仕事のできない社長令嬢。はあ、研修中も全然メモを取らない社長令嬢。客先でだるそうにスマホゲームをする社長令嬢。未だにパソコンが全然使えない社長令嬢。ちょっと何、失礼でしょ。でも社長令嬢ってこんなもの。
社長令嬢だから何という感じです。ちなみに私は社長令嬢はどうでもいいのですが、板前、パティシエ、コック、そういう人に惹かれます。ちなみに一番好きなのは定食屋の店主。定食最高。社長令嬢なのに仕事ができない。でも社長令嬢だから仕事できなくてもいいんじゃ。リカさんはそれでいいんですか？仕事ができない社長令嬢、それでいいのでしょうか？うやだ。わがままな社長令嬢がいる会社との仕事ってどう思います？ちなみに私はめんどくさいから嫌。私は社長令嬢なんだから優遇しろキーとか言われたらどうです？うわ、それは確かに嫌。ごめんなさい、私確かに生意気だったしわがままだった。私頑張るから。その後、リカさんはようやく自分が仕事ができないし生意気な態度をとっていることを自覚し、みんなに謝罪した。でも社長は事実を知って大激怒。リカさんを辞めさせて今は実家で一から教育されているらしい。マナーやら何やらを徹底的に教わっているのだとか。めちゃくちゃ厳しいスケジュールだからなのか、リカさんはすっかり弱々しくなった。友達がいない、一緒に外食というものをしてみたい、そう言われてちょっとだけキュンとしてしまった。今度ニンニクマシマシ油辛めを食べさせてあげるつもりです。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。